I'm breaking up with you tonight. Yeah, you know it's hard to say. Yeah, you know. こんにちは、パイティアオチャンネルママです。今日は兵庫県でも知らない人はいないと思います、テントスさんにお邪魔しています。そして、今日はなんと尼崎のガレージブランドサルタハイクさんの、鳥山さんに来ていただいています。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鳥山さんです。サルタハイクの鳥山です。よろしくお願いします。今日は一緒にテントスさんのご紹介をさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。でバイトステークのことに関しても後でお話を聞きたいと思うので、そちらもよろしくお願いします。それでは、はい、行きましょうか。行きましょうお願いします。いやもう入ってきていきなりかっこいい焚き火台たちが並んでます。いいですよね。めっちゃかっこいい。この錆具合とか、この焚き火台めっちゃちっちゃくなるみたいですよ。この箱にコンパクトに収まる。結構ステンレスの焚き火台とか多いですけど、はいはい、アイアンの焚き火台もこうやってこう経年劣化とか使っていくうちに色が変わっていったり、やっぱ手間暇かかるんで、あ手間暇がかかる分、すごい自分だけの焚き火台になっていくっていう、その過程がすごい。そういうことですよね。育てる焚き火台を育てていく、焚き火台も育てる。だからアイアンの焚き火台、今まではずっとステンレスの焚き火台っていうのはすごい多かったんですけど、アイアンの焚き火台も最近増えてきてて、そのサビとか経年劣化とか、自分でこう加工していくっていうのを楽しむっていう方も増えてる。いやそれは楽しいですよね。自分だけの好きな焚き火台が出来上がるのも楽しいと思いますね。っていうのがこうずらーっと並んでいって、めっちゃ注目してほしいのはこの村の鍛冶屋さんのペグのこの配置なんですよね。かわいい色の、以前オーナーさんにもお伺いしたんですけど、やっぱりこういうディスプレイをされてるっていうところ自体がすごく少なくて、釣りディスプレイが多いペグって。はい、壁に映ってるディスプレイが多いんですけど、確かにこうやってディスプレイされてたら、こう地面に映ってる時の様子が、あなるほどイメージしやすくてすごくいいディスプレイ。こういうところにセレクトショップので、さりげなくこちらバイトステークもあります。バイトステークもあります。いや私さっき驚いたのがこれねマウントスミさんのこれね、グリル1秒で1秒でこのちょっとやってみていいですか。畳むのがすごくないですか。すごいねえ。ほんでこうこれでも出来上がるって、いやこれすごいですよね。これはね、僕は焚き火台も作ろうと思ったのに、これやられたなと思いました。これはやられたなと思いました。もう 先に越されちゃった感じ。これはやられたなと思いますね。ガチャ、ガチャ。ね、あもう遊んでまいそうやもん、これ。こうね、しかもちっちゃいやつはもうただの文庫本サイズになるからね。それがもうサイズ的にも持っていきやすい。でも軽いしね、あの UL キャンパーさんにぜひおすすめな、この大きいのも同じようにね、できるみたいですよ。やられました、これはしてやられましたね。してやられました、さっき越されました、ね、これはすごい。もっとすごいの考えましょう。もっとすごいの考えていかない。TSBBQ さんの、まあ、ペグで作る焚き火台であったりとかね、これめっちゃおしゃれ、かわいいです。ペグでここ4隅ね、色も変えれるし、エリツェステークですよね、これ。エリツェですね。じゃあ、いいと思う、これ。そう、これも考えたな、ね、こう自社製品をうまく使って、こう新しい製品を生み出す。すごいですね。すごいですね。なんかあのコーヒードリッパーもないですか、こんなん。ペグ使って、なんか見たような気がする。何でも使えるんですよ。
エリゼステークとソリッドステークっていう、うん、そのやっぱ直線的なペグっていうのは、うん、いろんな使い方ができるので、うん、工夫によっては本当いろんなことができるっていうのが魅力っちゃ魅力、うん、いいですね。はい、気になってるのがここにあります。私の気になってるほとんど灰が残らない、ね、生木でもガンガン燃える乾燥しなくてガンガン燃える。すごいですよね。すごいです。だから二次燃焼の力すごいです。ただちょっと気をつけないといけないのが、はい、火がめっちゃ上がるんですよ。えこのぐらいのストーブなんですけど、このぐらい火がほんまですか。火力がめちゃくちゃ強いんでそれだけちょっと気をつけてもらったら、ね、普通の焚き火台よりはやっぱ火は上がりやすいです。うわーっとまっすぐ、まっすぐ、すごっそんなに、火力もめっちゃ高いですね。だから、まあ二次燃焼ストーブも今すごい来てるので、うん、おすすめといえばおすすめ。いろんなリアたちが、そう、ショーズさんとか、うん、これは一時期を気づいたアイアンラックであったり、あこれもね。尾上さん、尾上さん、いい味出してますよね、尾上さん。尾上さんはいいもん作りますね。ねもうこのアイアンラックだけでもいろんな種類ありますよね。すごいな。すごい。もういろいろありすぎて何紹介したらいいか分かんないですけど。そうですね。もうすごい素敵な商品があるんで。のがギュッと詰まって。まずあの大体そうなんですけど。こうキャンパーってセレクトショップとかアウトドアショップに行くと、はい、何周も何周も何周もこうなんか持って待ってこれも欲しいなって何周もとりあえずもあるっていうね、そういう楽しみがある。そうそうそう私入って気になったのがあのコールマンの歴代50代ぐらいね。コールマンそうですよね。めっちゃ可愛いんですけど、もうあれですね、こう実際手に持ってこうやってみたいこうやってみたい。僕もあのキャンプの時ファミリーキャンプ行くんですけど、はいはい、ファミリーキャンプ行く時のメインランタンはオールドコールマンですよ。あ、そうなんですか。82年生と84年生のピークワンっていうコールマンのガスランタンと、うん、大きいのガスランタン使ってるんですけど、うん、いいですよ、めちゃくちゃいいいやもうほんま好きですね。ほんまに好きな人の。めっちゃ好き。もう最高最高ですあれ。あれずっと眺めてられそう。ね、でまあその、はい、そういうランタンを探しなかったんだ。こういうところにちょっとレトロ系のランタンも。ほんまですね。かっこいい。こんなんぶら下げてたら。一気にベテランキャンパーになれそうな気がするんですけど、しかもめっちゃ明るいんですよ、ガスランタン。そうなんですか。めっちゃ明るいです。めっちゃ熱くなりますけど、燃えるんちゃうかなっていうぐらい熱くなりますけどそうですか。でもおすすめです。やっぱ1台は持っとってほしいって感じですね。吟味してね、吟味していただいて1台ガスランタンも1台。そうですね。コールマンの場合はバースデーランタンって言って、はい、自分が生まれた年の自分が生まれた月のランタンっていうのを販売してるんです。そうなんですか。でもコールマンでその実際に公式に販売してるわけじゃないんですけど、はい、探せばそういうものがあるんですよ。自分が生まれた年の自分が生まれた月のランタンを持つっていうのもすごい楽しい。これ自分の生まれた時のランタンやみたいな確かにすごい。それはこれ手に入んないですよ、なかなか。そうなんですか。そう、こうなってるんですよ、中が。ああ、こっちに。そうそう、この上に水筒を入れれて、はい、ここにこうランチボックスっていうか、なんかこういろいろ入れれるっていうね。え、かわいい。これ一種ブリキですごく強いし、そのスタンレー自体が耐久性がすごいだからちょっと刺してる。あ、かわいい。いいでしょう。スタンレーのランチボックスそもそも人気で、はい、いや初めて見たな。あ、実物を。実物初めて見ました。これ1個しかない。これどうします。これおすすめで紹介したらなくなっちゃうな。バイオライトあるじゃないですか。え、何ですかそれ。燃やしたらここで発電するんですよ。え
発電わけわからないでしょ、はい、意味わかんないですけど、ここで焚き火燃やした、ここ二次燃焼のシステムになってて、おここで燃やしたここの熱でここで発電できるんですよ。ほらここに USB です。あ、本当や。どういうことですか、ここに薪入れるんですか。そうだから、その熱で発電するっていう感じ。熱伝導、初めて見たな、現物を。らしいです。こちら、テントスさんのね、ファイヤーブラスター。ファイヤーブラスター。いいっすね。これめっちゃかっこよくないですか？めっちゃかっこいい。ここが伸びるんですよね。そうそう。先端が真鍮になってて。で、ほんでここで吹くんですかね。こうやって。こうて。これいろんな色があってめっちゃ可愛くないですか、これ。すごい名木グリップですよ、これ。名木ブラックオールナット。へー、あーなるほどね、いろいろあるんや。ウエンジとか、はい、純国産ケヤキとか。あーこれグリップ選べるのいいですね、ルビンが。へ、ね、すごい。なかなかこのグリップ選べるっていうのないっすよ。あ、そうです。C でね、ウィドタイプで、はい、へー、普通はまあその他のやつを出すのはあれですけど、うんうん、全部同じ、やっぱ均一な製品を目指すのは全部同じグリップなんですよね。 あ確かに、本当や。だからメーカーさんによってグリップが違うっていうのはあるんですけど、うんうん、こうやってグリップのキーを選べるっていうのはほんまにないっすね、初めて見た。いいな、こだわってますね。こだわってますね。これは選びがいがある。選びがいがある。これは選びがいがある。あ、これも止まるんや。大きくなってますね。これいいですよね、はい、オリジナルですよね。オリジナルです。すごいですね。これゴールゼロ用とかではない。いや、ゴールゼロレッドレンザーミニマライト、はあはあ、と思って作ったんですけど、はあ、結局下から光をヘッドライトのこう取ってやる方が個人的には綺麗かなと。そっちの方が影が出るんですよ。一応もう五角形っていうのは他にないそうなんで、はい、テントさんオリジナル五角形はないそうです。はい、確かに見たことないかも。黄色プレートをレーザーカットして、はい、レーザー加工してもらって、その精密カットして、で六角形のシェードにしてるんですよ。そうです。全部テントさんオリジナルで。そうですね、はい。ゴールゼロ、レッドレンザー、うん、で、ミニマライトです。あ、自由に選べるように。あ、後からシェードを持ってるからって、こう新しいランタンを買ってもらわずに、はいはいはい、でしたらさっきランタン持ってはって、うんうん、そこにこう適応するようにっていう感じで、はい、適応するものを購入するっていう。あ、持ってはるランタンがレッドレンザーゴールゼロミニマライトってあると思うんですけど、うん、もうこの3つやったらどれでも合いますよっていう、うん、はい、このヘッドだけ変えてもらったら、はい、あ、もう全部セット、全部セットです、はい、セットになってる。そうですね。へえ、すごい。でちょっと組み立ててもらって。あ、はい、だってミニマライトでいうと、はい、これになるんですけど、はい、もう今回満ち欠けっていうので出したんで、はい、そうです。一応シリーズで出せたらいいなっていう感じで、天体シリーズの満ち欠けっていうので。へー、かっこいい、名前がかっこいい。ただこうやってはめてもらって、あとはもうこのゴム、もうこれヘアバンドでも何でもいいんで、お止めてもらいます、うん、すごい簡単。これだけです。へー、で後からパチッとはめてもらって、そうですね、これで上に引っ掛けてもらう。あー、もう綺麗。すごい、もう綺麗。月の満ち欠けと星座なんですね。星座とね。そうです。今回オリジナルで意外に天体ってないと思うんですよ。ないっすね。で、なんか天体のシリーズで今回は満ち欠けっていうので、はい。で、今後はもし評判良かったら
この一面だけこの変えていけたらいいかなと思って。ああ、はい、なるほど。実際ここまでライトを隠しちゃうっていうもの自体がそんなにない。ないですね。はい。だからもうそのライトの光をこうやって。このレーザーカットした模様を見せるためだけに使うっていう。だけに。もうすごい新しい。新しい。今まで誰も考え、あんまり考えなかった発想だったんですよ。たまにやっぱ光が目に差すとかで、やっぱり見張ったんで。確かに。はい。キャンプはもうキャンプ場も真っ暗ですからね。そうなるとやっぱり優しい光になるし、こうパッと見て綺麗やしっていうので。うんうん、あ、こういう発想もあるんやな。これも一つの癒しですよね。これは癒しですね。これいいですね。めっちゃいい。全然家に置ける。いい全然家に置ける。これはいいですよね。キャンプ場だけで使うのはちょっともったいない。もったいない。オリジナルらしいです。あ、これグラニットさんっていう奈良のガレージブランドとコラボさせてもらって。はい。その革を使った革とか、まあ、こういうのも作ってはるんですけど、はい、あ、フックですか？あ、こっち側の、はい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 、これも作ってはるんですけど、あ、そうなんですか。で、そこでオリジナルで依頼して作ってもらったり、あ、これもじゃあグラニットさん、そうです、グラニットさんが提案してくれたんですけど、それのオリジナルっていう形で作らせてもらいました。へー、今まだ試作段階のこれですか？来週販売予定です。あ、はい、へー、今日が9月16日なん で来週の木曜日にうちに入ってくる予定なんで、もうその来週から販売します。これは取り合いになりますよ。これはほんまに癒し、これは癒しですよ。これはやっぱりこう人と違うキャンプを求めてる方にはぐさっと刺さる商品になると思う。はい、ね、これおすすめです ねここに入ってますね。あ、ほんとに。え、これ引っ張るのかな。あ、こうだ。回して、あー、おお、すごいかっこいい。へー、オピネロのナイフ初めて持った。回して直すと、ガチッと。へー、かっこいい。鉄板もいいな。このフライパンもかっこいい。いいな。ペトロマックスやった。はい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 。このこれとプラステーブルって感じですか。そうそうそう。ストロンガー三脚。あ、へえ。ストロンガー三脚と六角のテーブル。販売はしてない感じ。するつもりですけど。ああ、テーブル、さっきの、はいはい。あ、かわいい。あ、綺麗。すごい。寄せ木細工って感じですか。いや、これかわいい。あ、カメラの。あ、ほんまや。ちょうどこれでこう。カメラの三脚持ってるってやったら、そうですね、テーブルポンって。すごい。あ、ここもめっちゃ可愛い。これはかっこいい。すごい。綺麗。めっちゃ綺麗し。かっこいい。芸術が爆発してきて。芸術品ですよ、これ。また販売する予定もあるということで、はい、その際にはぜひ手に取って見てください。これすごいな。まあ、いろいろ見て回らせてもらったんですけど、本当にね、見て一日折れそうじゃないかっていうぐらい進めますね。進めますよね。す、はい、で、もうなんかもう限りなくやってしまいそうなんで、はい、今日はとりあえずこの辺で終わりたいと思います。すみません、いろいろこう
オーナーの田中さんにもいろいろお話をお伺いさせていただきます、はい、ありがとうございました、ありがとうございましたはい、じゃあ、はい、というわけでは、この辺りで、はいはい、終わりたいと思います終わらせていただきたいと思いますありがとうございました、ありがとうございました、またお暇でSo long, my dear love.